安倍総理大臣は国連総会出席に先立って最初の訪問国カナダに到着しました。ハーパー首相と会談し経済連携の強化を図る方針です。安倍総理はまず TPP 交渉について意見交換し、カナダとの連携強化を目指します。日本とカナダは TPP 交渉の中で酪農や畜産の分野で関税を残したいという同じ思惑があるからです。またエネルギー問題で日本へのシェールガスの輸出を早期に実現できるようパイプラインの建設などで協力を確認する方針です。そして自衛隊とカナダ軍が燃料や食料などを融通し合う協定を結ぶことでも合意する見通しです。安倍総理は会談後ニューヨークに向かい、国連総会に出席するフランスの大統領や国連の事務総長とも個別に会談する予定です。